パプリカを育てる南国市の次世代型ハウスを訪れたのは、オランダの園芸産業に関わる企業の代表者や駐日オランダ大使館の農務参事官など10人の視察団です。県は2009年にオランダのウエストラント市と園芸農業に関わる協定を結んで以来、活発な交流を続けています。オランダの施設園芸は世界最先端とも言われ、このハウスもオランダの環境制御技術を採用したもので、今日は視察団のメンバーが生産者に栽培における課題などを質問していました。このオランダから学びたいのは、こういう栽培技術もあるんですけど、それをどうやってビジネスとしてお金に変えているかというところなんかも僕は学んでいきたいなと思います。また今日は南国市の農業技術センターで県内の生産者との意見交換会が初めて企画され、県内でトマトやピーマンを生産する16人が参加しました。会では IOP と呼ばれる植物の生育情報などをデータで計測して見える化し、栽培の効率化につなげる県内の取り組みが発表され、参加者がそれぞれの取り組みを紹介するなどして交流を深めていました。Because we believe for the food security and for good supply of sustainable, healthy food, these kind of developments are necessary in our country, in Japan, everywhere. So we hope to be able to work together on this transition of the food system. 県は今後もオランダとの交流を通じて、県内の園芸農業をさらに活性化させていきたいとしています。